えー、今回、かごめ野菜生活スムージーにてスムージーバーのマスター役をやらさせていただきました、山瀬健太と申しししししままますすす皆様今日はよよろろくくおお願願いしますいやあの光栄なことにこのような大使を任せていただいていやあの僕も今回までヘルシースナッキングという言葉を知らなかったので、はい、あのす,すごくいい言葉だなと思って。うん あの僕もなるべく間食とかを、まあ、食べ物には結構気をつけてて体にいいものをるようにはしてるのですごいいい言葉だなというふうに思います山崎さんには最初のお仕事といたしまして、はい、ヘルシースナッキング大使としてサンンプリングを実施していいたただきたいんですね、はいはい、山崎さんそんな意気込みを皆さんに教えていただけますでしょうかうこの商品を通じて 皆さんにあの健康になってもらいたいので広めていきたいなと思います今回は日本一幸運な皆様ということで受け取っていただきますありがとうございますでは次の方どうぞ山崎さんにヘルシースナッキング大使としてサンプリングを行っていただいておりますありがとうございますでは次の方どうぞ 働いている方代表ということで5名の皆さんにお越しいただきましたありがとうございます続いてどうぞお願いしますヘルシースナッキング大使の山崎さんより商品のサンプリング最後の方ですお願いいたしますはいありがとうございます では、山崎さん、中央に戻っていただきまして強力なスケットを用意していただけてるということで、はい、山崎さん、はい、いらっしゃるんですよね、あの方があの方が今日いらっしゃるということで、はいはい、すごい楽しみにしてますそうなんです3、2、1, 1皆さん、拍手をお願いします <laughs> 山崎さん、いかがですか いや、すごいですね。すめっちゃ似てますね、これ。はい、似てるっていうか、ありがとうございます、今日は。もう、喋<日> <laughs> り出しそうですよ、山崎さん。はい、りご本人じゃないですか。はい、初めてご対面ですか初めてご対面しました。はい、肌の質感まで。人間みたいそうなんですよ。皆さん、ぜひですね、後ほど近くでご覧いただきたいんですが、<laughs> この。 驚く表情を隣で並んでいただきましてお願いしますではまずはこちらのスチールの皆様からこれはもう、ま、盛り上げてくれますね間違いなく、はい、強力な助っ人ですね強力な助っ人です、はい、頼もしいです彼に任せて、はい、はい。あのヘルシースナキクタイスというこのた隙もかかってるんですが直筆のサインも皆さん入れていただいているんですこ,、はい、こちらも注目です二度目となるスムージーバーのマスターだったんですよね、はい いかがでしたか、うん、このスムージーバーのマスターを演じられてみて、えー、そうですね本当にこういうあの車で移動してスムージーを売ってくれる、ね、こういうお店があったの本当にいいなと思いましたしあの何回もご一緒させてもらってるチームで、うん、あの CM を撮影させてもらってたのですごい楽しく、はい。 やららせてもらいました実際に出来上がった CM はもうご覧になったんですよね、はい、いかがでしたか、ご自身でご覧になって野菜を切っているところとかもありますしすごくポップな感じであの青空の下ですごく青い背景となんかこう健康的な雰囲気が漂うヘルシーな CM ですよね。はい すごくこう美味しくて飲みやすくてであのやっぱヘルシースナッキングっていう言葉の通りあり本当にお腹、小腹が満たされるというかちゃんと飲み物なんですけどお腹に溜まってくれるのですごくあの ヘルシースナッキングしてください。<laughs> ありがとうございます。はい、普段どんな食事を取られているかということをお伺いしたいのと、またこうなんか食べたり飲んだりするときに健康維持のために気をつけていることって何かありますか？えっとですね、あのちゃんとバランスよく、うん、あの取るようにはしています。はい、食生活は。うん はい、そうですよねやっぱり普段の生活の中でこう食べる時間とかいろいろ気を使わなければいけないですもんねん食べる内容もね,ね、はい、なので朝とかはやっぱり、あのー、取りにくかったりするのでご飯、はい、栄養とかが、うんあのー、朝にスムージー飲んだりとかしてますね。うんうん 感触時間がない時の間食とか、ね、はい。本当に手軽に取れるっていう点で嬉しいですよね。はい、山崎さんあの CM の中でもこうフルーツを切っていらっしゃいましたけど、はい、あのそういった手間も全部省いてこう飲むだけって嬉しいですよね。そうですね。はい、撮影の時にキウイが包丁に切った時に、うん、あの本当はこうサクッて切れてまな板にスポンと落ちて、はい、あの欲しい欲しい感じの絵だったんですけど。はい なかなか包丁にくっついて離れなくてっていうこともあったりしたので <laughs> じゃあ何度も結構撮り直したシーンではあるんです、ね、結構何回もやりました <laughs> はいなのでそういうやっぱ、うん、まあ時間がない時にそういう手間も省けて簡単に撮れるっていうのもやっぱいいですよね,、うん、ねありがたいですよね、はい、こう新しく何か始められたこととか、はいうん、これから挑戦したいことなんてお伺いしたいんですけど新しくというか、うん やっぱり健康管理って大事だなと思うので健康管理により一層体を壊したらもう何もできなくなっちゃうので、はい、気を使っていきたいなっていうふうに思いますす体が資本ですもんね新しい習慣としてヘルシースナッキングというあのことをヘルシースナッキングを実践していただきたいなと 思っております皆さん野菜生活100スムージーでヘルシースナッキングしようありがとうございますごいました以上で過去め野菜生活スムージー新 CM 発表会ヘルシースナッキング大象認識終了させていただきます、はい